ージス・アショア計画が白紙となり、海上自衛隊への次世代イージス護衛艦建造計画が進行中の中、SM6 搭載との情報をキャッチしました。今回は、この次期イージス護衛艦を詳しく見ていきます。やはり、攻撃と迎撃の二段構えとなるのかは、定かではなく、そうであってほしい。2022年9月25日、北朝鮮は、アメリカが大型原子力航空母艦であるロナルド・レーガンらの空母打撃群を韓国との合同軍事演習の実施に向けて朝鮮半島に派遣したことを受けて一連のミサイル発射を始めた。そしてこの時発射したミサイルは後に北朝鮮メディアが公開した写真によって実験用の貯水池の水中から打ち上げられた短距離弾道弾である可能性が浮上し、SLBM、潜水艦発射型弾道弾の実用化が近いと誇示する目的があったようだ。以後、アメリカは、韓国と翌日の9月26日から29日までの期日で、日本海における合同軍事演習を予定通りに行い、30日には、日本の海上自衛隊の護衛艦も含めた対潜水艦向けの戦闘訓練も同海で行うなど、その姿勢を崩さなかった。もともと、今回、アメリカ海軍が、およそ5年ぶりに、大型の原子力航空母艦を朝鮮半島に送り込んだ意図は、北朝鮮が、久々に核実験を行う兆候をつかんでいたためとも言われており、その実施を見越して、先手を講じた策であったとみられる。そして、こうしたアメリカの出方を見た北朝鮮は、以後、短距離弾道弾とおぼしきミサイルを、9月28日、29日、10月にも、1日、6日、9日、12日と次々と発射、これまでに確認されたことのない頻度での威嚇を繰り返す対応に出た。また、こうした日本海に落下させた短距離弾道弾に止まらず、10月4日には、実に、これもおよそ5年ぶりとなる。日本の上空を通過させて太平洋に着弾させる中距離弾道弾とおぼしきミサイルも発射しており、これもまた大きく報じられた。ここで北朝鮮が発射した中距離弾道弾は、これまでの観測史上で最も大きな数値となる飛翔距離にしておよそ 4600km、最高到達高度も 1000km 弱に及んだとされており、日本では避難の声が止まなかった。中には、日本の上空を通過した、これらの北朝鮮の中距離弾道弾に対して、なぜに、日本政府は、撃墜の指示と命令を自衛隊に発令しないのかというような批判も、少なからず見受けられたが、残念ながら、上空の通過では、そうした対応にはなり得ない。これは、例えば人工衛星であれば、多くの国の上空を多数が飛んでいる状態であることを見れば明らかであり、自国の領土や領海、領空といった主権の及ぶ範囲でなければ、国際法的に見ても、その撃墜は容認されていないためである。そのため、日本が迎撃する姿勢を見せないことが、北朝鮮に対して弱腰だと、非難したい気持ちそのものは理解できなくもないが、上空を通過するのみの、こうした中距離弾道弾に対しては、世界のすべての国で、対処方法は、等しく存在しない。では、そうした上空の通過ではなく、自国の領土、領海、領空に落下してくる、ミサイルに対しては、どのように対処するのかといえば、日本では、ミサイル防衛体制を構築しており、主として2段階で対応することになっている。現在2022年時点で日本が備えているミサイル防衛システムは、中長距離弾道弾を破壊可能なものは、MIM-161 スタンダードミサイル3のみであり、これは通常 SM-3 と呼称されているもので、海上自衛隊のイージス護衛艦から運用される。海上自衛隊には、現状混合型4隻、アタゴ型2隻、
マヤ型2隻の計8隻のイージス護衛艦が就役中であるが、これらが搭載する SM3 によって飛翔してくる敵の中、長距離弾道弾を最大時では約 500km の高度で迎撃を行う。今回の北朝鮮が発射した中距離弾道弾は、前述したように高度およそ 1000km 弱にも到達したと言われているため、その高度であれば SM3 であっても物理的に迎撃を行うことは困難だったのではないかとの指摘も存在する。 SM3 はアメリカの現レイセオンテクノロジー社やエアロジェット社が中心となって製造を行っているミサイルで、初の試射実験は20世紀末の1999年9月に行われ、目標とする弾道弾へ直接本体を命中させることで、その撃墜を狙う形式である。この SM3 は、2002年1月に目標である弾道弾を模した標的に対して実際に衝突させることに成功を収め、まず、これは本体のバージョンブロック 1A として、アメリカ軍での配備が行われ、ミサイル防衛システムの先駆けとなった。ただし、この SM3 ブロック1A は、短距離もしくは準中距離弾道弾の迎撃は可能であったものの、中距離弾道弾に対しては、一部に止まり、さらに長距離を飛翔する大陸間弾道弾に対しては、索敵と追跡能力は、備えるも迎撃は不可能だった。それでも、当時としては、短距離、準中距離弾道弾の迎撃が可能となったことも画期的であり、それらへの対処方法が全く存在しない状況は、SM3 ブロック 1A の実用化で覆されたわけで、徐々に、その能力もバージョンごとに向上されていく。まず、2009年7月には、M3 ブロック 1B がアメリカ海軍で、実戦配備に移され、これは、ブロック 1A では、一部に限定されていた、中距離弾道弾の迎撃能力を備えることになり、着実に対処可能なミサイルの範囲を拡大させていった。また、続くブロック 2A では、ブースター部分の直径そのものが、従来型よりも大型化されたことで、搭載する燃料が増加。これによって、最高到達高度が、少なくとも 45% 以上伸びたほか、弾頭部分を大型化させ、破壊力が増している。このブロック 2A からは、日本もその開発に参画することとなり、アメリカから完成品を輸入、購入して配備するだけにとまらず、製造段階から関与することで、自国のミサイル防衛体制の構築について、積極的に取り組む姿勢を示している。この SM3 ブロック 2A は、2020年11月、アメリカのハワイの周辺海域で実施された、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦、チョンフィンから発射され、大陸間弾装弾を模した標的迎撃に成功、ついに、その対処能力を獲得した。すでに、このブロック 2A に続く新型のブロック 2B の開発も2006年から同時並行で開始されており、日本はコスト的な問題で一旦は逡巡したものの、2008年には参画を決め、今後はこちらも配備していく方向となっている。現状で日本のイージス護衛艦は最新鋭のマヤ型がSM3 ブロック 2A を当初より運用可能としているが、アタゴ型等は旧バージョンのブロック 1B の搭載であるため、今後はこれらへのブロック 2A への適用に向けた改修が予定されている。日本のミサイル防衛は、こうした SM3 シリーズでの迎撃が不可能だった場合に備えて、パトリオットミサイル、通称パック3-3を配備する二段構えの手法を採用しており、より地上に近い位置で敵の弾装弾を破壊する仕組みである。パック3-3も SM3 シリーズ同様に、アメリカの現レイセオンテクノロジー社が
開発を担った兵器で、1991年の湾岸戦争において、アメリカ軍が、イラク軍が装備していた、地対地弾道弾のスカッドミサイルを迎撃したことで、よく知られている。この湾岸戦争という実戦で、有用性が注目されたPAC-3さんは、アメリカは、もとより、アジアでは、日本や韓国、台湾、そしてヨーロッパでは、ドイツ、ギリシャ、オランダ、スペイン、中東では、イスラエルやサウジアラビアなど、多数の国で採用されるに至った。ただし、日本におけるPAC-3さんの導入は、航空自衛隊が、1989年度から1996年度にかけて、総数で、およそ50機を、24の部隊に配備してるが、これは湾岸戦争の開始前からであり、旧式化した地対空ミサイル MIM-14 ナイキハーキュリーズを置き換えるものだった。